チャオ、あーちゃんです。ちょっとね、あーちゃん面白いもん買ってみた。本です、今回。入江靖吉の原画、原風景、昭和の奈良大和寺、昭和20年から30年、入江さんっていうね、入江靖吉記念奈良市写真美術館っていうところがね、なんか出してるのかなんか知らんけどね、2000円の写真集です。ちょっとちっちゃい目やね、なんぼ15センチ20センチぐらいの本やねんけども、ね、ページ数はね、まあまあバツイの、ね、普通の文庫本ぐらいなんだけども、ページ数は239ページ、240ページぐらいの本で、中身はね、めっちゃ写真やねん。こんな写真集みたいなのやけど、何かって言ったら昭和の20年から30年代の奈良の写真やねん。で、これね、言ってみたらね、昭和20年代の昭和23年10月撮影の、奈良の駅前とかね、で、興福寺とか、奈良のね、なんだ、東大寺とか、あとはね、薬師寺とか、飛鳥とか、桜井とか、ね、そのあたりの写真がいっぱい載ってんねんね。ね、なんでこんなん買ったかって。あっちゃん知らんねんけどもね、こういう風景。だから、今例えば近鉄学園前の駅風景の写真とかで出てんねんけど、この写真がね、今の風景とどんだけ変わってんのかなと思って見に行きたいと思ってんね、で、ちょっと奈良をねうろちょろしようと思うのに、何か なんかネタないかなと思って探したら、この本がね出てきたんね。で、これちょっと面白そうやったんで買ってみた。これ欲しかったん、前から。前に本屋さんで売ってて見つけたけど、よく買わんかった。1冊2000円もして高かったから、で、今はね、まあ2000円ぐらいの本やったらちょっと買える余裕が出てきたんでね、これを書いたから、ね、すごいね、癒されんのよ、見てるだけで。これね、昭和の奈良だけじゃなく、昭和の大阪とか昭和の京都とかね、いろんなの出てんね。いや、そういうのもね、まだ今度買っていこうかなと思ってんだけど、ちょっと昔の風景ってあちゃん好きで、で、その風景に行きたいなと思って、だからここに映ってる風景のところに行って、まあ、例えば表紙なんかやったらこういうこの街並みと、この子供は撮られへんの、もうこの人ら昭和30年で20年30年で、このちっちゃい子やから、今多分もう60、70なってんのかな、多分ね、なんかそういう風景をね、まあ、見に行って、ここだーっていうところを見に行ったりとかしたいなと思ってんね、だからそんなこんなで、ちょっとこの写真集買ってみました。はい、で、すごいのがね、石舞台の上にしと思ってんね。今こう登れません、無理です。ダメです。まあ、そんな感じにね、昔の良さっていうのもあったりね。だから、いい感じなのよ、この写真が。だから、この写真と同じところを探しに行って、奈良散策するネタに買ってみました。ほんまはね、古地図とかね、で、こう古写真とかを探してたんよ。で、古地図あったりのようなもんで、奈良の古地図がなかったん。京都、大阪の、古地図はあんねん。で、それちょっとまた今度買ってみて、京都、大阪、古地図を頼りに今の京都を散歩するとかね、そんなんもしてみたいなと思ったりね。それちょっと今後、ここ、今言うですぐにはできへんねんけどもね、今年からちょっとね、いろいろと、そういうのをやっていこうかなと思って。第1弾が、まあ、奈良の、奈良のね、古い写真を頼りに、ちょっと散策しようかなと。ここにもね、京都の写真集、京都名所百選とか、京都桜旅とか、京都花散歩とか、で、京都もみじ散歩とかね、京都の庭園とか、で、ね、あと、面白いのは懐かしの写真集、このシリーズやねんけど、昭和の名古屋。名古屋昭和暮らし、昭和の奈良大和寺、これね、と昭和の神戸、昭和大阪、
昭和の大阪パート2、あ、昭和の京都もあるはずやねっていうのがね、あんなよ、うん、あったあった、奈良の原点、奈良ちゃうわ、あ、これ東京や、日本の原風景、街並み、東京、建物、保存地区とか書いてあるね。こんな写真、白黒の写真ね。で、東京時代の大江戸編コマップとか、幕末新維新の京都マップとか、うん、マッカーサーの時代の東京マップとかね、京都文化時代のマップとかね、行きたいなと思って、そういうの、まだこういうの買ってね、行ってみたいな。で、面白いのが、ヨーロッパの風景、美しい村、フランスの愛らしい街とか、いずれ行きたいな、こういうところまでね、ちょっと外国も行きたいなって、ちょっとね、あっちゃんの夢が広がる写真集でした。で、まあこれを買ってみたんでね、まあこれ、行く行かへん別にして、これ見ながらね、ニヤニヤしてんのもええと思うね。ああ、懐かしの、あっちゃん見てないよ。昭和20年なんかまだまだ、うん、生まれるもっともっと前の頃やからね。お父ちゃんもまだ子供なら生きてない頃じゃんかな。うん。ね、みんな時代の奈良の駅前とかを見に行きたいな、うん、すごいのよ奈良の駅がね、今も地下に入って、奈良の駅は電車地下に入んだけど地上やねんね。とか100年会館のところが電車、汽車の機関庫やって、うん、機関庫で扇形機関庫で汽車が止まってね、もう今ね亡くなって100年会館っていうのが建ってんだけど、実はそれ昭和60年まであったらしいね。知らんかったよ。そんなあった記者見に行ってたよ。これね。うん、こんなとか、だからちょっとこの、昭和の奈良の大和路っていうこの写真集をね、頼りにちょっといろいろ奈良散策してみたいと思います。ということで、一個ちょっと資料というかネタというか買ってみました。で、こういうのね、面白いんで、また Amazon とか売ってるんで調べてみてください。リンク貼っときます。奈良のこれリンク貼っとくんでね。奈良の昔の風景見た人って見てください。すごい癒されるよ。定価2000円と消費税です。送料込みでね、Amazon で買ってみました。はい。まあね、あっちゃんのちょっとそういう本紹介と、あと、まあその今後、あっちゃんがやってみたいことの紹介でした。はい。ということでね、こんな感じで、また奈良、この本を頼りに奈良散策行っていきたいと思います。では、またね、バイバイ。ね、この本、昭和の奈良、いいなと思ってくれたら高評価を。で、また、たっちゃん、この散歩をいろいろ言ってくるんで、見てくれるっていう人は、チャンネル登録して、もうちょっとだけ待っとってください。もうちょっとね、まだ子供がね、入学式終わる頃ぐらいになったら、だいぶ時間も空いてくるんで、いろいろ散策できるんでね、まあ、4月ぐらいから、できたらね、もうちょっと早くから始めたいんだけど、まあ、4月、5月ぐらいの、こういう散歩行きたいなと思ってるあっちゃんでした。またね、バイバイ。